率があんま高くないので、まあ、自信を持って試合で振れるように、精度っていうのを上げていきたいなと思ってます。自分のイメージとしては、つま先の方で、なんか擦り上げるというか、そういうイメージで蹴ってます。